東京学館高等学校は、千葉県インバグ水町石野にある、私立高等学校。1979年に開校した。見学の精神は、自主、自学。略称は、学館、学館四水、等学。学校法人、鎌形学園は、同校以外に、東京学館浦安高等学校、東京学館新潟高等学校。 東京学館船橋高等学校の系列校を持つ。系列校は開校当初から男女教学であったが、死水町の同校だけは男子教育に期すところがあったという学園創立者、鎌倉剛の強い意向で男子校として開校した。学校所在地が千葉県であるにもかかわらず、公明に東京を冠しているのは、学校法人が東京都で作られたことに由来する。 開校当初、大学を設置する計画があったため、大学付属校となる予定で開校し、入学者から寄付金を徴収していた。しかし大学設置計画は、文部省の審査基準を通過せずに頓挫。以後、学校法人、鎌形学園は、高等学校教育の充実に心血を注ぐことになる。見学の精神は、自主、自学としているが、実際には、 委員会活動や部活動等の生徒会活動、生徒の進路や目標にまで教職員が介入してしまっていて、その理念を感じ取ることはできない。交渉は開校当初、文字は T と G、背景は足を組み合わせたものが使われていたが、後に T と G の組み合わせはそのままで、背景は足から創立者の鎌形家の家紋である立花に変更された。 普通科ク特進コースは合格すれば入学金及び3年間の授業料が免除される特待生制度があると謳っているが実際エスクシ進コースすべての生徒がその制度を受けているわけではない。また特進クシ進コース以外に所属する生徒のほとんども進学志望であり就職希望者は全学年で30人程度2000年より ニュージーランド最大の都市オークランドにある中高一貫の男子校ストリートケントガンカレッジと提携関係を結ぶ。2008年7月9日、千葉科学大学と教育提携を締結した。両校の教員、生徒が授業の受け入れや部活動の参加、施設の利用、指導者の派遣などの交流を行っている。また志願者は2009年度入学試験から、 教育提携校選抜入試で特別な措置を受けることができる。生徒会員たる全生徒をもって構成される生徒会の最高議決機関である。かつては生徒の活発な議論の場であったが、現在は形式的な議決事項の議決の場となってしまっている。役員、各常任委員会委員長、各学級長をもって構成される総会に次ぐ議決機関である。 こちらもかつては生徒の活発な議論の場であったが、現在は月1回開かれるはずの定例会も開かれていない。生徒会に必要な事務を執行し、生徒会の統括を行う。会長1名、副会長2名、初期2名、会計2名、会計監査2名の全9名の役員から構成される。役員は生徒会員の総選挙により決定される。 選挙管理委員会、学館祭実行委員会は、常任委員会ではない。文化部委員会加盟部、運動部委員会加盟部、平成24年度より、コース再編がなされる。東京学館高等学校学校を紹介、本校へのアクセス。www.tokyogakkan.ed.jp。2021年4月10日閲覧。ありがとうございます。